泣き爪は、鎌倉時代に作られたとされる、日本刀である。日本の重要文化財に指定されており、東京国立博物館所蔵。文化財名称は、刀名、佐兵城、藤原国吉である。泣きねの,の茎の指表名、佐兵城、藤原国吉と切る。鎌倉時代中期の刀工、淡田口の陸に残とされる国吉により作られた、刀である。 国吉は山城国淡田地派の投稿であり、担当の名手として知られる東四郎義満は国吉の同門、または弟子とされる。国吉作の作刀も、義満同様、担当が多く、太刀や刀は少ない。泣き狐は寸法が伸び、刀身に反りがつく点で担当とは異なるが、作り込みを平蔵とする点、茎の先まで重ねを厚く作る点で小立とも、 異なっている。小笠原忍は、同作は、内刀と称すべきものだとする。泣き狐の号の由来は明らかでない。姫路藩二代藩主、池田敏隆の家臣石黒神右衛門から、縦林藩主の秋元家に伝わり、道家所蔵時の1931年1月19日に、国宝保存法に基づく、国宝指定を受け、文化財保護法施行後は、 国の重要文化財となっている。秋元家を離れてからは、個人所蔵を経て、東京国立博物館に収められた。波長54.0センチ、反り1.5センチ。私鉄は昇番目肌で血にえよくつき、波紋は自家人で、帽子は小丸に帰る。表裏にボード絵を掘る。茎の指表に、左平城、藤原国吉の命を切る。同作は、 内刀としては珍しく、平蔵であり、こうした例は前後の時代ではわずかに見られるが、鎌倉時代の作品としては珍しく、何らかの理由によって特注されたものとも考えられている。ありがとうございます。